はい、こちらです。よろしくお願いいたします。今回の動画はですね、ついにですね、新イベント、育成ストリートが今日の更新でね、登場したということで、まあ、このサクッと育成ストリートとは一体どんなイベントなのかというところから、まあ、累計までね、効率よく終わらせるにはどういったところをね、注意した方がいいのかというところまで、このサクッと育成ストリート完全攻略していきたいかなと思いますので、まあ、ぜひですね、このイベント効率よく終わらせたいよと思っている方はですね、この動画参考にしていただければなと思います。でですね、この動画が少しでも面白かった、わかりやすかった、サクッと育成ストリート結構面白いなと思っている方はですね、高評価ボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では早速、本題の方入っていきましょう。はい、では早速ですね、育成ストリート完全攻略していこうかなと思います。まずはじめにですね、このイベントどんなイベントなのかと言いますと、このイベントはですね、スゴロク上のマップを進んでいき、イベント専用選手を育成していきます。で、その選手のですね、育成状況などに応じてポイントを獲得することができ、そのポイントの累計数に応じて報酬が獲得できるというようなイベントになっております。で、続いてですね、こちらが今回の主な累計報酬まとめとなっております。70エナジー S ランク契約書1枚、自チーム A ランク契約書1枚、A ランク契約書2枚となっております。はい、今回ですね、60万ポイントを稼ぐことで、この最後のですね、S ランク契約書を獲得できるようになってますので、まあ、どんな方でもですね、この最後の S ランク契約書までは獲得した方がいいイベントになっているのかなと思っております。で、続いてですね、このイベント累計以降も走る価値があるイベントなのかと言いますと、このイベントはですね、走る価値はそこまで高くないイベントになっているかなと思っております。はい、今回もですね、累計以降5万ポイントごとにランダムボックス報酬が用意されておりまして、このランダムボックス報酬ではですね、まあ S ランク特訓コーチや S ランク特殊コーチ、さらにエナジーなどのね、報酬は用意されているんですが、まあ、無課金、微課金の方がですね、まあ、エナジー使ってまで走る報酬はないのかなと思ってますので、まあ、このイベントはですね、この最後の60万ポイントの S ランク契約書まで獲得できればいいイベントになっているのかなと思っております。では、ここからはですね、具体的なこのイベントの進め方解説、具体的な攻略に入っていこうかなと思うんですが、まず、投手、野手、どちらから選択して育成するべきなのかという話なんですが、まあ、どちらをね、選択して育成していっても大丈夫なんですが、個人的にはね、まあ、野手の方がポイントが稼ぎやすくなっているかと思いますので、まあ野手の方が投手よりね優先度は高いのかなと思っております。で、続いて使用するオーダーについてなんですが、こちらはですね、完全育成オーダーで大丈夫なイベントになっております。相手のですね、チームのチームスピリッツというところは、まあ、自分のねオーダーに合わせた敵が登場しますし、操作する選手もですね、選択した選手以外はね操作しないイベントになってますので、まあ、完全育成オーダーで大丈夫なイベントになっております。で、続いてこのイベント、試合は自動自操作どちらで行えばいいのかという話なんですが、このイベントはですね、基本的に自操作推奨のイベントになっております。はい、このイベントではですね、活躍値200稼ぐことができるとプラスで50の成長値で、さらに活躍値700まで稼ぐことができるとプラスでね、ストック経験値をもらえるようになってますので、まあ、基本的にこのイベントはですね、自操作推奨のイベントになっております。はい、ですがね、サクサクこのイベント進めていきたいよと思っている方はですね、活躍値200まではね稼いだ方がいいと思うんですが、まあ、活躍値500、700はですね、イベントの進みには全く関係ありませんので、まあ、累計まですぐ終わらせたいよという方はですね、活躍値200までは自操作で行った方がいいのかなと思っております。で、続いて選ぶべき育成目標についてなんですが、まあ、こちらはですね、その時選択できる一番上の難易度のですね、育成目標を選択していただければなと思います。で、このハード、ベリーハードはですね、ハードだとコーチレベル4で、ベリーハードだとコーチレベル6から解放になるんですが、やはりですね、難易度が高いほどこの達成した時にね、もらえるコーチポイントが増え、累計までのね、進みにかなり関わってきますので、まあ、この育成目標はですね、必ずその時選べる一番上の難易度を設定して、まあ、この育成目標の達成最優先でね、まあ、イベントは進めていただければなと思います。で、続いて選ぶべき選手についてなんですが、こちらはですね、単純にスタースコアが一番高い選手をですね、まあ、優先的に選んでいただければなと思います。ですが、打者の場合ですね、弾道がね、かなり重要なところになってきますので、まあ、打者の場合はですね、まあ、弾道がより高い選手、まあ、より高弾道の選手をですね、選んでいただければいいのかなと思っております。で、続いて具体的な進める上での攻略に入っていこうと思うんですが、まずですね、選ぶべき練習カード、まあ、練習カードはどういった練習カードを選べばいいのかという話なんですが、まあ、個人的にね、思う練習カードの優先順位といたしましては、進行マス数、練習内容、練習レベル、まあ、この優先順位でですね、練習カードを選んでいただければなと思います。はい、今回のこの新イベントではですね、この練習カード、選んだ練習カードに応じて、まあ、このね、選手がこのマップを進んでいくというような形になっているんですが、やはりこのマップを進んでいく上で効果がね、付与されているマス、まあ、白マスではなくて、まあ、こういったね、特訓マスだったり、まあ、効果が付与されているマスにね、止まっていただきたいので、やはり何マス進むかと、この選手が何マス進むかというところが、まあ、一番大事になっているのかなと思ってますので、まあ、選ぶべき練習
練習カードといたしましては、まずね、進行マス数最優先で選んでいただければなと思います。で、練習カードについての1点注意点なんですが、今回のね、この新イベントでは、練習の回数上限というところは定められていませんので、まあ、なるべくね、この練習カードを使って練習した方が選手をね、より育成できるようなイベントになっているので、まあ、この練習カードとしてはですね、まあ、なるべく5マス進むやつをね、まあ、ボン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 使うんではなくて、まあ、1マス、2マス、3マスなどの、まあ、細かくね、まあ、練習した方が、まあ、よりポイントをね、稼いでいけること、まあ、より選手を育成させることができるので、まあ、なるべくこのイベントではですね、まあ、いろんなマスを踏んでね、進んでいただければなと思います。で、続いてその進めていく上で止まるべきマスはどんなマスなのかという話なんですが、まあ、先ほども言ったんです、まあ、基本のベースの考え方といたしましては、まあ、何も書いていない白マスにはね、止まらないように進めていただければなと思います。で、まあ、その上でおすすめのマスなんですが、まあ、カードマス、ランダムマス、2倍、3倍マス、さらに特訓マスの虹、まあ、このね、まあ、4種類のマスは、まあ、投手でも野手でもね、まあ、優先的に踏んでいただければなと思います。で、まずカードマスについてなんですが、このカードマスに止まるとですね、スペシャルカードというですね、練習レベルレベル4のですね、カードを獲得することができます。で、この練習レベル4のカードはですね、まあ、めちゃめちゃ成長値を稼ぐことができますので、まあ、このスペシャルカードがもらえるカードマスにはですね、積極的に止まっていただければなと思います。で、このスペシャルカードの使用の仕方としては、右下のボタンをですね、押すとレギュラーカードとスペシャルカード。まあ、こちらをね、切り替えられるようになっております。で、続いてランダムマスについてなんですが、このマスではですね、まあ、ランダムで成長値を獲得できるようなマスになっております。で、こちらのマスではですね、おそらくマックスで自分が聞いた限りだと、成長値をですね、全ステータスの成長値300プラスっていうね、効果も発生するマスになってますので、まあ、このランダムマスはですね、踏めるときはね、優先して踏んでいただければなと思います。で、続いて2倍、3倍マスについてなんですが、まあ、こちらのマスはですね、まあ、単純にその時使った練習カードの効果が2倍か3倍になるというようなマスになっております。まあ、なので、まあ、特にですね、打者の場合だと、弾道カードを使ってこの2倍、3倍マスに止まると、弾道がですね、2段階アップしたり、3段階アップしたりというようになってますので、まあ、特に打者の場合、弾道カードを持っているときは、まあ、2倍、3倍マスにですね、まあ、止まれるように、うまくね、調整してやっていただければなと思います。で、さらに、スペシャルカードを使用してこの2倍、3倍マスに止まることができると、本当にね、かなり多くの、成長値を稼ぐことができるので、まあ、スペシャルカード、さらに弾道カードを持っているときは、この2倍、3倍マスに意識して止まっていただくのがいいのかなと思っております。で、続いて特訓マス虹についてなんですが、この特訓マス虹に止まるとですね、まあ、その時使っていた練習カードの効果プラス、まあ、全能力多めに成長値を獲得することができますので、まあ、この特訓マス虹にもですね、止まれるタイミングがあればね、まあ、積極的に止まっていただければなと思います。で、続いて赤、青、黄、緑のですね、この4種類の特訓マスについてなんですが、まあ、こちらはですね、その時の育成目標に合わせた特訓マスをですね、選択していただければなと思います。まあ、例えば当時ですね、まあ、QEA にしろというような、まあ、育成目標だった場合は、まあ、この特訓マス赤を踏んでいただければいいと思いますし、まあ、打者でミート A などが育成目標の場合は、この特訓マス緑をですね、まあ、優先的に踏んでいただくのが、まあ、いいのかなと思っております。で、続いて、このイベント自然回復で最後のこの S ランク契約書まで獲得することができるのかという話なんですが、まあ、このイベントね、ギリギリ自然回復で終わるんじゃないかなと思っております。まあ、このイベントはですね、高知レベルが上がって選べるね、育成目標が上がれば上がるほどね、まあ、進みが、イベントの進みが早くなるイベントになっているかなと思ってますので、まあ、このイベントしっかりですね、まあ、自然回復で1日15試合から18試合行うことができれば、まあ、この最後のですね、S ランク契約書まで獲得できるイベントになっているんじゃないかなと思っております。で、続いてこのイベント期間中のスタミナはね、まあ、どこで使うべきなのかという話なんですが、まず最優先といたしましては、チャレンジカップにね、スタミナ使っていただければなと思います。はい、今週のチャレンジカップはですね、12チームカップが来ておりまして、まあ、チャレンジカップやるだけでですね、まあ、15エナジーだったりゴールド契約書を獲得することできますので、まずですね、チャレンジカップ最優先でやっていただければなと思います。で、チャレンジカップ終わった方はですね、調子くんの宿題しっかりやっている方だと、今特典でですね、経験値 1.8 倍が選べる期間だと思いますので、まあ、今のこの経験値 1.8 倍のタイミングは、試練よりね、V ロードの方がやる優先度としては高いのかなと思っております。ということで、新イベント育成ストリート完全攻略は以上になりますので、最後にね、簡潔に要点まとめますと、まず一つ目、必ずですね、自走査を行って、活躍値200までは最低でも稼ぐようにしましょう。で、二つ目、育成目標はですね、基本的に一番上の育成目標をですね、選択していただいて、まあ、育成目標達成最優先で、まあ、このイベントはね、進めていただければなと思います。で、最後三つ目、基本的にですね、まあ、止まるべきマスというところが一番大事になってきますので、まあ、白マスにはですね、なるべく止まらずに、まあ、なるべく効果が付与されているマスにですね、止まっていただければなと思います。はい、この三つですね、この三つを気をつけていただければ、このイベントね、効率よくポイント稼ぐことができ、まあ、効率よくですね、選手育成することができるかと思いますので、まあ、この三つをですね、気をつけてこの新イベント進めていただければなと思います。
ということで、今回の動画は以上にしたいかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が少しでも面白かったよ、わかりやすかったと思ってくれた方はですね、チャンネル登録、高評価ボタンなどよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。